は、環境社会学です、テーマとしては環境問題というのに幅広いんですが、環境問題に対して社会学的な視点から、アプローチをしています。狙いは、特に、環境問題いろんな視点で捉えることができるんですけれども、被害者の視点、生活者の視点、そして労働者の視点という点から問題を見てみようという、分析してみるというのがポイントになります。特にはないです。この授業結構学生に投げてもよく答えてくる学生さん多いですし、苦労はそうですね、はい、環境問題がもう普通にあって、昔ほどその特段なテーマじゃなくなってきてるのかなと思うんですけれども、だからこそこう一般的に新聞記事で読むようなレベルじゃなくって、社会的背景を含めてしっかりこう分析してみたい、自分なりに考えてみたい、いろんな概念を使って、環境問題をこう議論してみたいという学生にとっては非常におすすめの授業だと思います。環境問題について関心を持っておりまして、資料を履修することによってより身近に、環境問題について考えることができるのではないかと思いまして履修をしました。さっき先生も言ってましたように課題が毎回結構出るんですけど、それに関して授業外でも友達たちとこう議論ができるので、それもこうその議論した内容をさらに授業内でこう検討できるのが面白いかなと思います。そうです、うちの大学の授業では結構珍しく先生とか学生のコミュニケーションが活発な授業だと私は感じていて、そういう点がこの授業だと聞いてよかったなと思います。それは誰かに聞いたんですか？そうですね、はい、ゼミの方からこの授業はとてもその先生が学生を指して、で学生の方も議論をよくするっていうのを聞きました。